荒野は南海電気鉄道が南海荒野線で運行する特急列車である。本校では同じく高野線の特急列車である林間についても記述する。荒野は南波駅極楽京駅間、林間は南波駅橋本駅間の特急列車に伏せられる名称である。南波駅極楽京駅間で全車座席指定の4連で運行される。 下り列車の橋本駅、極楽橋駅間の無停車運転中には、高野山の観光案内放送を常に流している。英語表記は、リミテッド EXP 荒野だが、以前は、スーパーエクスプレス荒野であった。当期に、車両定期検査を行うため、その期間の土曜日、休日には、臨間となる列車及び運休となる列車がある。これは、極楽橋駅まで乗り入れられる。 特急用車両が3万系と3万1000系の計算本であり、土曜日、休日は通常その3本すべてが車庫に残ることなく営業運転を行うことから車両不足が生じるためである。1万1000系が検査を行う場合でも臨感となる列車は荒野にはならない。同期間の運行時は駅形室のポスターなどで予告される南馬駅橋本駅間で運行され、荒野と同様、 全車座席指定で4連の列車と8連の列車がある。8連の列車は平日のみ朝に1往復運行されている。2000年12月22日までは全列車4連運行であった。英語表記は、リミテッド EXP 林間。大半の列車が、橋本駅で、極楽橋駅、高野海域発着の列車との接続に考慮されている。そのため下り列車は急行と同様。 列車名の前に、高野山、極楽京連絡や、高野か連絡を関して案内されることが多い。これにより、運行区間内輸送のみならず、荒野、快速急行、急行を補完しつつ、橋本駅での接続により高野山へのアクセスも、担っている。前述、荒野の荒にもあるように、特に橋本駅で、各駅停車との接続が良好な便においては、南波駅。 極楽共演期間を荒野波の1時間25から30分前後で利用できる便も多い。また、河内長野駅で朝ラッシュ時の上り列車は南馬駅行きの休行夕方ラッシュ時以降の下り列車は臨間田園都市駅行との接続が考慮されている。前日の通り、車両定期検査を行う期間の土曜日、休日には荒野に代わって運行する列車がある。また、 人身事故など列車の運行障害が発生した場合、戦北線直通の一般列車及び戦北ライナー同様、真っ先に運休となる。2000年12月23日から2015年12月4日まで運行されていた、荒野と林間の並結列車。南馬駅橋本駅間は8連、橋本駅、極楽橋駅間は荒野単独の4連となる。 橋本駅で増解決を行う。列車案内等では、荒野、林間と表記されるものの、運用上はあくまでも、荒野と林間の並結列車という扱いであった。そのため号数も別になっており、当編成の林間には、荒野の号数に80を加えた番号が付与されていた。ただし、列車番号は共通であった。当初は、 平日一往復のみであったが2005年10月16日より、土休日の下りにも一本運行されるようになった。しかし、2013年10月26日より平日、土休日ともに折りのみ一本となり、さらに2015年12月5日のダイヤ変更で、設定がなくなった。各列車とも共通各列車とも共通、大人料金、なお、臨間に関するカテゴリー、ありがとうございます。